こちらは、ネクスコ東日本です。午後5時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、上信越道を長野方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため、佐竹インターの先、約6キロポスト付近で、大変通行になっています。向かわれる方にお知らせします。八王子ジャンクションを先頭に日の出インターまで13キロほど追い越し車線が渋滞しています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。美容ジャンクションを先頭に和光インターまで4キロほど交通集中のため渋滞しています。